Hey guys, thank you for watching my video. This is 関大、your conductor speaking. 皆さんこんにちは、英語車掌の関大です。今日はコミュニティの拡大についてちょっとお知らせしたいなと思ってるんですけども、今回僕がこの考えているこのコミュニティの拡大なんですが、前回もですね、お茶会を開催して様々な方に来ていただいて、その場でですね、質問をキャッチボール形式で行っていくということをやってきたんですけれども、やっぱりですね、 YouTube で僕が一方的に皆様にお伝えするというよりですね、そのように実際に会ってこのような会話をしたりですとか、どのようなことを考えているのかということを考えながらですね、お答えするというのはですね、やっぱりその僕がこのお答えするその内容もちょっと変わってくると思うんですよね。で、実際にこの来てくださった方は鉄道マンの方だったりとか、その趣味でしている方っていうことが ほとんどでしたので、やっぱりそのような方はですね、直に僕に聞いてお話を聞きたいということで来てくださった方もいますし、やっぱり英語はどういうフレーズで言った方がいいのかなんていうようなですね、質問を受けた時に、やっぱりこの YouTube では一方的にフレーズを何かを紹介して終わりになるっていうようなことしかできないんですよね。ですので、その場であればこういう受け答えがありますよということもお伝えできますし、まあ、趣味で鉄道をやっていらっしゃる方はですね、こういうアナウンスをしてほしいって言ったことに即座にですね、答えて行くということがですね、今回のお茶会でできることが分かりましたので、このようなコミュニティをですね、今後拡大してですね、様々なこの鉄道のファンの方のですね、この思いを何か全て組めるようなですね、何かそういったコミュニティを作っていけたらいいななんて思ってるんですね。そこで今ちょっと参考にさせていただいているのが、各著名人とかがやっているオンラインサロンなんですよね。例えばキングコングの西野さんですね、西野明弘エンタメ研究所というものもありますし、幻冬舎の箕輪さんがやっている箕輪編集室ですとか、あとはオリラジのあっちゃんですね、あっちゃんのプログレスとか、いろいろそのようなですね、オンラインサロンとかいろいろあるんですけども、それをいろいろと見させていただいたところ、その月額の会費制を払っていろいろなコミュニティに参加できるですとか、いろんなプロジェクトに参加できるですとか、まあ、月一のこの飲み会とか、まあ、そういった交流会に参加できるとか、いろいろとそういったものをですね、いろいろ学ぶことができたんですね。で、実際に僕もお茶会とかで実際に会っていろいろと意見交換する方がですね、意外とお互いにこの腹落ちするというか、求めているものが聞き出せたりとか、いろいろそういったすることが分かりましたので、今後ですね、このような活動もしていきたいななんて思ってるんですね。で、例えば英会話ですとかセミナーとかってなると、もう1回2時間とか受ければ数千円というようなことで料金設定がされていると思うんですよね。例えば僕も英会話スクール挫折したんですけれども、通ってきた時は一コマでですね、まあ、5000円近い授業料を払ってたわけなんですね、レッスン料を。そう考えればですね、まあ、月額あっちゃんとかであれば、まあ、6000円とか、箕輪編集室であれば、まあ、6000円程度とかいう、そういったような料金設定になってますけれども、まあ、そういうようなところでですね、1回のレッスンに行ったっていうような感覚であれば、そのようなオンラインサロンでですね、毎日毎日Facebook のですね、非公開ページとか、この秘密のグループみたいなのを作って、その中でいろいろなディスカッションができるということはですね、まあ、それがですね、合っているというか、割に合っているというかですね、値段設定としても、お得なんではないかな、なんていうことを思っていただけるようなですね、そんなようなグループっていうのが、今言われているオンラインサロンなんですよね。ですので、僕もそのようなですね、まあ、オンラインサロン形式、オンラインサロンって言うとなんか、いろいろとですね、敬遠する方も、中身どうなってるのっていうことですね、敬遠される方がいると思うんで、まあ、いろいろとですね、そこまでですね、がっつりっていうわけじゃないんですけども、僕がですね、なかなか話せないことをですね、やっぱりそういったグループの中で、そういった機会を使って、いろいろとお話をさせていただくというようなですね、場が作れたらいいなと思っております。やっぱりこの会にはですね、会というかこのサロン
ってなるか名前は分かりませんけれども、そういったところに、まあ、参加してくださるということはですね、やっぱりそのセミナーだとか英会話スクールだとかで、そういったところにですね、まあ、月額っていうわけじゃないですけど、ワンレッスンでですね、そのくらいかかってしまう、3000円から5000円とかかかってしまうっていうようなことを考えれば、まあ、1ヶ月ですね、ある程度の同じぐらいの料金設定でいつでも質問ができたりですとか、自分でトピック立てられるとか、いろいろなそういったことができる、そういったメリットをですね生み出してですね、何か僕もやっていきたいなと思っております。まあ料金設定はこれから考えていこうかななんて思ってるんですけども、まあ、例えば料金が、例えばあっちゃんとかその身の分け編集室のような料金設定で5000円以上とかっていう話になれば、月1の交流会を無料開催とかっていうことでやっているわけですので、僕もですね、まあいろいろ皆様がこの参加しやすいコミュニティということをですね、まあいろいろと考えてやっていきたいと思います。例えば鉄道の何かイベントですよね、そういったところに何か主催でやるときにはもう無料でご招待ですとか、まあそういったことがもしできればいいなと思っております。でもやっぱりこういったオンラインサロンとかはですね、ある程度の数がですね、いろんなイベントの企画力を高めるっていうこともありますから、やっぱりですね、一人で二人の知恵でですね、いろいろこういったイベントやりたいと思っていても、やっぱ脳はですね、その二人分しかありませんから、それが10人、20人となれば、いろいろなアイデアが入ってくるということですよね。ですからこういったイベントをやりたい、こういったイベントがやりたいということをですね、やって、もしかしたら一緒にこれができるイベントもあるかもしれませんから、そういうようなことをですね、まあそのグループのメンバーでですね、いろいろと想像してですね、楽しいイベントを作っていけたらいいななんて思っております。特にこれから鉄道会社とかを目指す方はですね、全面的にですね、この YouTube とかでお話できないことってたくさんあるんですよね。僕もやっぱりこうやって、ね、誰でも見れるようなっていうようなところでお話できる内容って限られてくるので、なかなかできない話をそちらの方でやっていきたいなというふうに考えております。はい、今回はですね、まあいろいろと僕も今考えているところなんですけれども、まあいろいろとですね、これから皆様が楽しんでいただけるような鉄道ファンがつながれる場ですとか、お茶会もですね、鉄道員の方も来てくださいましたから、そういったところの意見交換をする場っていうところでも使えたら面白いなと思ってるんですよね。これから鉄道会社を目指す人が実際の鉄道マンの人から生の声を聞けるというようなことも本当に大事だと思いますし、逆の立場としてですね、鉄道マンの方が乗客の方の立場ですとか鉄道ファンの方の立場を理解して自分の仕事に当たるということも本当に大事だと思うんですよね。その相手の立場に立ったサービスができるということでですね、双方向でメリットがあるんじゃないかななんて感じております。ですので様々なですね、お茶会でも様々な鉄道会社の方が見えられてますから、もしかしたら学生の方でこれからですね、鉄道会社を目指している方はですね、ご自身が目指している鉄道会社の方の話を、この僕のこのお茶会ですとか、このこれから作ろうと思う秘密のですね、非公開グループだとか、そういったところでですね、直にお話をできるかもしれませんから、まあこういったところをメリットとして僕はですね、そういったグループを作っていけたらいいななんて思っております。入っていただいた方にメリットを感じていただけなければ何の意味もありませんから、そのようなですね、僕にしかできないことをですね、いろいろと皆様と考えながらやっていきたいと思うんですよね。もう自由にトピックとか立てて、もらってもう結構なので、やっぱりそういった、自分が知りたいことをですね、積極的に発信していただく。例えばこういったイベントをやりたいと思ったら、それにイベントに募っていただく賛同者もですね、まあいろいろ募集もできたりですとか、お声掛けとかできたりとか、そういったことがありますから、もう一つつながっているのはこの鉄道が好きだとか、鉄道を仕事にしたいだとか、もういろいろ本当に鉄道に関するですね、もう仲間をですね、これ一つにしてすごいパワーが生み出せたらいいんじゃないかななんて、僕は思っています。まあ今月もですね、忘年会とか、あとお茶会で、その後に忘年会ということで、まあ、移行してやっていくわけなんですけれども、まあ、そこでもですね、様々な声を聞いていきたいななんて思ってるんですね。僕のそのお茶会とか忘年会参加してくださる方は、鉄道好きな方だけでもないんですよね。僕がですね、車掌の時に乗務していた時に、乗客として乗ってくださった方がいてですね、実際に僕に会ってお話をしてみたいということですね、ありがたい言葉をいただいて来てくださっている方もいらっしゃいますから、まあ、そのような方々とも交流もできますし、まあ、本当に年齢層も幅広いんですよね。10代の方から、まあ、本当に年配の方までいろいろな方がですね、僕とこのいろいろとお話をしてくださるということでですね、楽しい場になっていますから、男女全然関係なく来てくださいますから、またそういったところで、まあ、一つのコ
ミュニティとして、まあ、鉄道一つのベースとしてですね、もうこういうコミュニティを作って、これから楽しいイベントですとか、ためになる話だとか、いろいろそういったことをやっていきたいと思います。僕はこの本も出版してますし、まあ、お子さんがですね、この作文をうまく書きたいとか、これから出版してですね、自分のこの企業のですね、これからの知名度とかを上げていきたいだとか、そういった方もですね、実際に僕のところに会いに来てくださったりとかもしてますから、まあ、本当に鉄道を一つの軸としてですね、まあ、僕のところにですね、いろいろな方が集まって、すごいパワーを生み出せていけたらいいななんて思っております。まあ、今回はこのような僕の考えをですね、ご紹介するという動画だったんですけれども、もう引き続きですね、まあ、様々な動画をシェアしていきたいと思いますので、これからもですね、チャンネル登録と、またツイッターのフォローお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。バイ。